最近少しずつ雨の日が多くなってきてるよね。梅雨が近づいてきている証だな。梅雨の時期はいろいろと大変だよね。洗濯物は乾かないし、カビが発生しないようにこまめに掃除してあげなきゃだし。ほんとだよね。おまけに蒸し暑いと体力がすごく奪われて疲れちゃうよね。こまめな水分補給だけじゃなく、適度な塩分補給も大事になってくるぜ。まだマスク着用は義務付けられているだろうし、熱中症にも気をつけような。体調管理はしっかりだね。さて今回は、北方領土問題の今について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年3月2日午前10時23分頃、北海道の根室半島南東沖の日本領空にロシアのものと思われる国籍不明のヘリコプターが1機、領空侵犯を行ったよ。この侵犯に対し、航空自衛隊は F-15J イーグルをスクランブル発進させ対応したんだけど、ロシア機による領空侵犯は、昨年9月に北海道知床岬付近で発生して以来の事案となるんだ。今回の領空侵犯では、領空侵犯が発生した時間は1分にも満たない極短時間であり、スクランブル発進した F-15J が機体を確認する前にロシア方面へと帰投してしまったため、機体の国籍確認も行えなかったんだけど、北方領土の方へと飛行していったことから、ロシアに属する機体として間違いはないと思われるね。この機体に対して、日本はどんな対応を取ったの？侵犯機に対しては、航空自衛隊は無線により日本領空に接近していることや、領空侵犯したことに対する警告を行ったんだけど、侵犯機からは何らの返答もなかったとのことだよ。今回の領空侵犯事案は、ロシアがウクライナへ軍事侵攻を行ったことに対して、日本が経済制裁を行ったことに対する威嚇挑発行為であるとの見方が広がっており、防衛省自衛隊は警戒を強めているね。また、外務省も即座に外交ルートを通じてロシアへの厳重抗議と再発防止を求めたんだけど、ロシア側から具体的な返答は現在のところなく、日本としては警戒態勢を強めるほかないという状況ってわけ。この侵犯機だけど、ヘリコプターであったことまでは判明しているんだ。ヘリコプターは、固定翼機と比べて航続距離が短く、付近の北方領土内に所在する地上施設から飛来したものか、軍艦に搭載された艦載機なのかは不明ではあるんだけど、艦載機であれば日本の警戒網に艦船が捕捉され、自衛隊により公表されるだろうから、可能性としては前者の北方領土内の施設から飛来した可能性が高そうだね。もし北方領土から飛来したのであれば、日本が自国領土であると主張する領域から航空機を飛行させ、日本が手出しできない状況を演出することで、日本に対して誰が北方領土の実効支配者なのかを明確に示し、挑発しているものと思われるぜ。特に2022年2月24日に発生したロシアのウクライナ侵攻による、日本を含む西側各国を中心とした国家はロシアを強く非難し、ウクライナへの支援を明確にしているし、これが、日露の北方領土返還交渉にとって大きなマイナスであることは疑いようのないことであり、日本を非友好国に指定したロシアが、今後、北方領土問題の解決に尽力する可能性は極めて低くなったと、言わざるを得ないだろうな。そもそも、北方領土問題はなぜ発生したのかな？北方領土は、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の4島からなり、第二次世界大戦終戦後、旧ソ連が日ソ中立条約に違反して日本領に侵攻した際に日本軍守備隊を殲滅して占拠したことが始まりだね。ロシアの見解としては、第二次世界大戦の結果として獲得した領土であり、北方4島の領有な正当な権利であると主張しており、大戦末期に米英が、ソ連の対日参戦の見返りとして、千島列島ロシア名クリル諸島を領有することを認めたヤルタ協定ことに端を発しているんだ。ここで問題となるのがクリル諸島の範囲であり、ロシアはクリル諸島の範囲について、択捉島や国後島まで含まれると解釈しているよ。逆に日本は、千島列島クリル諸島には、北方4島は含まれないとの主張ってわけ。日本としては、1945年8月14日に無条件降伏を指定後、8月28日から9月5日の降伏後の期間に占拠された北方4島については、その領有を放棄しないとの姿勢だね。しかしながら、当時日本を占領していた連合国軍最高司令官は、1946年1月29日以降、千島列島、歯舞群島、色丹島などの地域に対する日本の行政権の停止を命じており、当時の連合国軍首脳部は、千島列島だけではなく、北方4島の領有までをソ連に認めていた節はあるんだ。また、1951年当時の日本政府は、千島列島の範囲に国後島、択捉島が含まれるとの説明1956年2月に撤回を行っており、
終戦時の混乱の中で、なし崩し的にソ連が実効支配するに至ったという経緯があるみたい。日本としては、1700年代に当時の江戸幕府が直轄地として管理を行い、ロシアよりも先に北方四島の実効支配体制を確立させ、1855年の日露和親条約により北方四島の日本領有が確定していること、戦後の混乱期にロシアが日ソ中立条約に違反して北方四島へ不当に侵入して占拠したことから、日本はサンフランシスコ講和条約で千島列島の放棄は認めたものの、北方四島の放棄は認めていないという、二点を根拠にロシアの不当占拠を主張し、返還を求めてるってわけ。こうした経緯により、日本政府はロシアに対して北方四島の返還交渉を行ってきたんだけど、後者のサンフランシスコ講和条約については、ソ連及びその後継国家のロシア連邦は条約を拒否して調印していないため、ソ連及びロシア連邦がサンフランシスコ講和条約に従う法的義務はなく、ロシアが日本の主張に全く耳を貸さない要因の一つになっているよ。このように日露の主張は現在まで77年間も平行線をたどり、その平行線をたどった年月の中でもわずかに返還への希望の光も存在していたんだ。それは、1956年の日ソ共同宣言時と2016年前後の安倍内閣による日露首脳会談によるものだね。日ソ共同宣言では、当時の鳩山内閣がサンフランシスコ講和条約に調印しなかった旧ソ連に対して、その戦後処理を行うものであり、日ソ両国間で平和条約が締結された場合には、歯舞群島と色丹島を返還することで合意が結ばれたんだ。しかしながら、日ソ共同宣言から4年後の1960年に日米安全保障条約が締結され、東西冷戦が激化する中で、日本は明確に西側陣営に加わることとなり、旧ソ連の態度は硬化したよ。二島返還についても旧ソ連は交渉に難色を示し始めることとなり、その後、2016年までソ連及びロシアは、日本の北方領土の返還要請について門前払いを行うようになったんだ。続いて転機が訪れたのが、2016年の安倍内閣による日露首脳会議の実現だね。日本の山口県で開催されたこの会議の席上で、北方四島への経済的支援を前提に領土協議の再開が決定し、2018年11月には、日ソ共同宣言に沿った形での返還する方向で両国が同意したんだ。しかしながら、日ソ共同宣言では、歯舞群島と色丹島の2島は返還されるものの、択捉島と国後島は返還の対象からは除外されていたんだよね。これには、日本国内でも反対意見が多く、ロシア国内においても反発の声が多く存在したため、結局は実現に向けた具体的な交渉にまでは至らなかったってわけだ。また、安倍政権時のロシアは、2014年にクリミア半島を武力により併合したことによって西側諸国から大きな批判と経済制裁を受けており、北方領土の一部返還を餌に日本から経済的な支援を受けたかっただけではないかとの見方もされているみたいだしね。このように日本とロシア旧ソ連の間では、年月に比して少ないながらも返還の機運が熟成された時期もあり、日本政府もそのような時期には、北方領土が日本固有の領土であると強く主張することは控える傾向にあったんだ。でもこうした日本政府の配慮は、ロシアのウクライナ侵攻により完全に露と消えることになったね。ロシアが武力でウクライナの領土に侵攻し、ウクライナ国民を虐殺して、領土を力ずくで奪おうとする様は、日本政府及び日本国民のロシアへの領土返還に対する淡い期待を完全に打ち砕くには十分な衝撃を与えたからな。これ以後、日本政府はロシアに対して、北方領土は日本固有の領土であると国会で首相が明言するようになり、日本がロシアに対して求めていた情報が得られる可能性も限りなくゼロとなってしまったんだ。ただ、これにより、ロシアの本性を理解した上で、今後ロシアとの関係性を模索することが可能となったことは、日本がロシアに対して無意味な時間の浪費をする必要がなくなったということでもあるよ。ああ、少なくとも、ロシアが独裁者に統治されている限りにおいては、ロシアとの公平な領土交渉はなし得ず、プーチン大統領を権力の座から引きずり下ろすことが日本にとって非常に重要となってくるだろうな。日本はロシアから甚大な被害を受けているウクライナに対して、武器支援を行うことは憲法や法律的に許されるものではないんだけど、人道支援や外交交渉によってウクライナを後方支援する力はあるはずだよ。日本はウクライナへの支援をより明確に示し、ロシアの暴挙を食い止め、プーチン政権の崩壊を早める努力をする必要があると思うね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。なんだかどんどん平和とは縁遠くなっていく未来が来そうで怖いね。そうだな、どうしてみんな武器を持って戦争をするんだろうな。僕たちはまだいいけど、これから来る子供たちの未来が心配だね。どうか末永く平和な未来が来ることを願うよ。
俺らができるのはみんなに準備してもらうことだから、みんな中国やロシアから油断しないでね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。